西暦1615年、慶長20年、大阪夏の陣において、真田幸村公は徳川本陣に突撃し、家康を阿波屋というところまで追い詰めた活躍により、日の本一の強者と称えられました。信州真田鉄砲隊は、幸村公が考案した真田流砲術を現代に伝えるため、日々研究鍛錬を重ね、各地で活動を続けています。本日は日の本一の強者真田流砲術の演武をとくとご覧ください。鉄砲は海外で開発され、日本には戦国時代に現在の鹿児島県種子島に伝来しました。この時伝えられた鉄砲は火縄で点火するため火縄銃と呼ばれました。また初めて伝えられた地名にちなんで種子島とも呼ばれています。西暦1543年天文12年、ある中国商人の船が嵐にあって種子島に到着しました。この船に鉄砲を持ったポルトガル人が乗っていたのです。島の漁師種子島時高は鉄砲の威力に驚く、このポルトガル人から1丁2000両もの大金で鉄砲を2丁購入しました。これが日本における鉄砲の始まりです。よりは城や軍船の破壊に使用されました。次はこの大筒により鉄砲の発射までの操作を説明いたします。まずは弾込めです。はじめに銃身の先端から火薬を入れ、次に弾丸を入れます。演武では安全のため実弾の代わりに切り紙を固めたものを代用しています。次にカルカと呼ばれる棒で弾丸と火薬を重心の奥に切り固めます。次に重心の端にある火棚に口火薬を入れます。口火薬とは着火しやすく細かくした火薬のことです。最後に暴発防止のため火蓋と呼ばれる蓋を閉じ火皿を塞ぎます。以上で弾込めまでの操作は終了で、次に発射の操作に移ります。火縄銃の着火には火縄を使います。この火縄についた火のことを口火と言い、
火をつけることを口火を切ると言います。発射操作の第一にこの火縄を火挟みにつけます。号令は火縄つけです。次に火皿を塞いでいた火蓋を開けます。その操作を火蓋を切ると言います。号令は火蓋切れです。最後に狙いを定めて発射します。手元の引き金を引いて火挟みを倒し、火皿から着火して弾丸を発射させます。ほら、もう行くよ。どんどん。物事が始まる原因のことを引き金と言いますが、これらは全て鉄砲の発射操作を語源とした言葉なのです。鉄砲は使用目的により改良が加えられました。大筒のように大型化したものがあったり、小型化した鉄砲もあります。普通の鉄砲は重心が長いため片手で狙い撃ちするのが大変難しい。馬を走らせながら射撃する場合は片手は発弾を持つためどうしても片手で射撃をしなければなりません。このため片手でも狙い撃ちしやすいように重心を短くし小型化したものが馬上筒という鉄砲です。大阪夏の陣において真田軍が徳川本陣に突撃した時にも雪村公が家康を狙撃するためこの馬上筒を使用したと伝えられています。
争威力を証明した戦いとして長篠の合戦が有名です。西暦1575年、甲斐の武田勝頼は当時戦国最強と恐れられた武田軍1万5000を率い徳川方の長篠城を攻めました。これに対し援軍として駆けつけた織田徳川連合軍3万8000は3000丁の鉄砲を装備し白良ヶ原に羽毛柵を設けて退避しました。この時信長は浜越に時間がかかる鉄砲の弱点を克服するため鉄砲隊を3隊に分け連射するという新しい戦法を取りました。この結果勝頼軍は多くの家来が鉄砲で打ち取られてしまい、戦いは織田徳川連合軍の圧勝に終わったのです。ではここで14代当主真田幸之さんのご活躍